にちは、谷川梨紗子です。今日の番組ゲストはジュンジュンです。皆さんこんにちは。っていうのをやりたかっただけなんですよ。やりたかっただけなんですよ。マイクが、はい、皆さんこんにちは、ジュンジュンです。ちょっとラジオパートナーですね。今日はですね、まあ、この前の動画でジュンジュンの、はい、またメイク企画を撮っていただいて、うん、私は韓国に行ってきましたんでね、はい、ジュンジュンの YouTube を参考にしてオリーブヤングで大量買いしてきましたので、それをジュンジュンと一緒にレビューしていきたいと思います。はい、まずこれでございます。なんか全部1位みたいな取ってるパック知ってる？これ知ってる。パックのコーナーにずらっと並んでる中でも一番上のところにあって、で割と数もないのに、そう受賞みたいな、うん、取ってるからなんかいいんかなと思って。でもさ、これ買ったことあんねんけど、使ったことないんや。使ったことないんかい。そうやね、これすごい。でもコラーゲンめっちゃ入ってる。82万 ppm っていうことは、82% コラーゲン。あ、これそういう意味なんだよ。さすがジュンジュン、さ全然そんなとこ見てなかった。でこれ、これめっちゃ良かった。ジュンジュンに多分もらって、はい、これすごい良くて、うん、今回また買いました。美容液ひたひたやし、うん、であとベタベタせえへんよね。そうそう、うん、でシートの薄さとかもちょうどいいし、密着度も高いので、これも買いました、うん、はい。でこれな、これメディヒールの、これなんか一回お土産でもらってすごい良かったんですよ。何これ、これ使う前にここを押して、押して中に入れ込んで、そう、なじませて顔に貼るっていう。へえー、すごい。もういいよ。パック1回全部出して、なんかいいよ。何がいいんかわからんくて、これダイソーのやつだ。あ、ダイソー行ったんや。行ってダイソーは昨日撮ったんで、これ品紹介、それもジュンジュン の、 ダイソーを参考にさせていただきましたんで、これダイソーのやつでした。アイソーのパックはすごい。これね、お肌の美白ケアとかめちゃくちゃいいねなんか。そうでしょ。ただこれ水分がちょっと薄いね、ちょっと少ないね。だから貼った後できれば10分ぐらいでアウトした方がいい。あー、乾くから、乾くから、ね、そう。これすっごい美容液も、ね、人気で、それが買いました。美容液、これおすすめって言ってたから。あ、そっか、俺の YouTube 見てあれやな。はい、あ、さあ知ってるわ。はい、参考にしまして、どの YouTuber さんとかネットで調べてもこれが結構出てくるから、うん、ほんまにいいんやと思って、うん、韓国のオリーブヤングってドラッグストアのコスメなんかで、日本のドラッグストアのショップと何が違うかって言ったらさ、一つ買ったら一つついてくるとか、そう特典みたいなのがすっごいやん。すごい。なんかそういうのって日本にないよね。だから何でもそうやってんけど、うん、今回韓国行って思ってんけど、うん、1個頼んだらいっぱいついてくるのか、うんうん、だからお得感がある。すごい、ね、でこれですよ、私は。はい、それね、もうこれがもうめちゃくちゃ、これ皆さん知ってますか？サプリメントなんですけど、上にここピラッてめくった錠剤がついてて、下がもうすっごい、これ私飲んだんですけど、濃厚中の濃厚の、水飲まな無理っていうぐらいドロドロすぎて、うん、この錠剤が飲み込まれる。そう、わかる。でも元気めっちゃ出た、まあ、これはだからミネラルとか亜鉛とか、うん、そのビタミンがすごい豊富に入ってて、だからこれ生のビタミンやねんな、この下のやつが。だよね、こっちがもう肝やねん。皆さんこれオリーブヤング韓国行ったらぜひね買ってください。ネットでも売ってないんで、これはこれなんなんこれ知ってるこれ知らん。韓国人のメイクさんとかは1週間に1回これ絶対使うねんて。洗い流すパック、もうやっぱ向こうの人ってツヤが美白やん。だからこれも内側から結構水分補給してくれるような。しかもこれあれや、ジェルになるタイプやね。日本で炭酸パックみたいなもんですね。良さそう。でこれです、はい、ドクタージャルトのボディオイル。私ボディオイル毎日使うんで、絶対にお風呂上がりにマッサージしながら、これセラミドが入ってるって、はい、だからすごい肌にいいと思って、はい、まあこれは普通に。あ、どう？結構重い。パラッとはしてない。え、してないんや。うん、匂いはないねんな、これ確か。結構出た。結構出た。あ、重くなかったこれ。軽いね。軽いわ。これ使ったことあった？あるあるある。あんねんあんねん。もう多分行き過ぎて忘れてるよ。これはもうなんか日本にない伸びとかマスカラって聞いて、クリオのキルラッシュ。これね、さすき。ビューラーで上げて、ちょっとまつげ下がりやすい人でも、ちゃんとキープされるのもね、1日。そう、すっごいキープされる。ただ、あれやねんな。せやねん、これね。うちほんま知らんかってんけど、これウォータープルーフやねんね。スーパープルーフ。スーパープルーフってウォータープルーフ。うん。書いてる、うん、友達とさ、え、全部ウォータープルーフちゃうやんみたいな感じでさ、買ってさ、うんうん、毎日クレンジング取れないですよ。ちなみに、うん、このキルラッシュから、リムーバーが出てるんですよ。
これ落とす専用のマスカラと、そうなん、真っ白のマスカラやねんけど、中身はリムーバーで、これを落とすときに使うのめっちゃ取れる。じゃあもう次はそのリムーバーを買いに行きます、うん、これ、え、これ知ってます？これ、皆さん知ってます？これ何これ、え、これ知らん？これ韓国で流行ってるんだよ飲む香水、日本で言うブレスケアみたいなものなんだけど、ほんまに口臭がすごい綺麗だ、あの薄いローズの香りとかする、マジでこれめっちゃいいと思って友達とかも彼氏に買っていくとか言って、あ、臭いからね、そう、二日酔いとかお酒とかでも匂い出るし、まあどんどん30過ぎてくると匂いとかも気になってくるやん、俺ドブの匂いする言われる、マジで口閉じてて横におるだけで臭いって言われる俺寝起きとかなんかこれ絶対飲んだ方がいいじゃん、寝る前に飲んで、まあ日本でいうブレスケアみたいなもんなんだけど、それよりも結構香りが強めに出ます。これね、全然コルゲート、うん、これ白くなるやつ、はい、僕もコルゲート大好きで、うん、あのアメリカに行ったら、うん、いつもまとめ買いするんですよ、する、うん、で値段も結構ランクによって全然違う、あ、そうそう、めちゃくちゃ口の中にミント100個ぐらい入れた感じ、そんな結構強いの、くしゃみ出る感じ、もしかしてミント強すぎて、俺分からん、ミント強くてもくしゃみ出へんからあれけど、あ、うちでね、ミント強かった見てこのパッケージ可愛すぎません？めちゃくちゃ可愛いでしょ、これで色味もなんか可愛かった、4色しかなかったんけど、うん、これがすごい1位って言ってたんで、これ買ってきました。日本でも去年発売された時に結構話題になった、パケがいよね、これ可愛いもん、パッケージ、うん、めっちゃ可愛い、これなんなんこれって感じ、うん、これなんなのもうラスト何点しかなかったやつやねんけど、もう早速ポーチに入れてんねんけど、何これ、そう、ちょっと塗ってみて、ティントやねんけど、塗ったら、うん、ジンジャーっていうの、うん、生姜みたいな、うん、ふっくりはしないんだけど、まあ、色味もなんか可愛くてこうみずみずしいんだけど、なんか、うん、コーラみたいな匂いするでしょ、うん、なんか臭い嘘、あ、いっぱい漏れてる、ちょっと待って、漏れてる、あ、そう、でもこれはめちゃくちゃ売れてるらしい、うん、っていう感じです、はい、終わり、はい、終わりなんやはい、っていうことでね、もうね、うん、天国でした、私韓国は、コスメもやし、ファッションも日本にないようなものがいっぱいあるから、お得感も感じるし、大満足な韓国旅行だったんですよ。 Vlog 撮ったんですか？ Vlog 撮ったんで、ぜひめっちゃ見たい、楽しみ、まあ、そこもね、あのジュンジュンがおすすめしてたファッション、はい、ブランドとか買ってきたんで、はい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 、楽しみですね、じゃあジュンジュンでメイクしてもらった動画も韓国コスメなんで、うん、ぜひ皆さんね、はい、見ていただけたらと思います、はい、それではチャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしております。